ハゲた頭はもう手遅れ。B 型なんでそこはご了承。毎日毎日うざいポストをするタキポキです。はい、タキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。くさつだきゃ。今日は木曜日ということで、はい、これまた日中やっております。はい、くそ暑いっす。午前中曇りでですね、そげんなかったんですけども、午後からなんか嫌な感じで、ね、日が照ってもう最悪っちゅう感じです。はい、いかがお過ごしでしょうか。はい、今日から仕事始まり、私はね。ざまあみろーですですけど、はい、皆さんいかがでしょうか。まあ今日もですね、週折り返しということで、テンションは、まあ、だら落ちでしょうけど、はい、ここを踏ん張って、テンション上げて、頑張っていこうかなと、ね、私はまだ始まったばっかですけどね。今日はポスト、まあ、ちら見ました。はい、まあまあね、みんな仕事してますからね。ここでポン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 上げる人はなしゃとねんちゅう話なんですけどね。はい、まあ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 ちゅう感じで。はい、いや、しかしこのちょっとね、天候もちょっといいんすけどね、なんか雨結構降らんね、こっちは。ほんと、この前降ったっきり全然降らんで、まあただね、植物ちょっとあの土の状態とかこう見たらちょっと吸ってないんすよね。だからやらんでいいよね。なんか毎日やってもいいよとか言うと植物も吸ってないんすよね。やっぱそれはやらんがいいよね。吸ってなくてもバンバンやるもんなんかな。まあ既得な人教えていただければと思うんですが、はい、まあとりあえず兄からのね、アドバイスで堀田は1週間に1回くらいかなっていうのを守ってます。地球も上げておりません。はい、他の植物も、まあ、乾いたというか、まあ、ちょっと見て、あ、これちょっと水吸ってるねという時はあげようかなっていうぐらいのレベルですね。はい、まあ、ディッキアも昨日ちょっと植え替えたけど、やっぱちょっとやっぱ吸ってないよね。これ植え替えてすぐは吸わんよなって感じかなとかと思っております。はい、しかしどげんですか、今夜暑かったら。はい、今日から7月ですよ。はい、もう夏になるとですね、もう年中もうなんか冬みたいな気持ちですよね。寂しいやつやのっていう話なんですが、皆さんはどうですかね。まあ今日はですね、あの仕事を始めという初めて言うからなんか年明けみたいな感じで言い方をしようですけど、朝から結構バッタンバッタンしておりますね。やっぱ休み明け忙しいとですよね。みんなもそうでしょうけど、なんかね、面白いことないかなとかって目光らしたんですけど、ないね、ほんとないね。最近あのテレビ見ても全然面白ないもん。なんか笑いのやつ見てもね、全然面白ないし、やっぱ吉野さんライブせないかんですね。私のツボはあなたですから、あなたが歌ってとかね、そうやないと笑えませんわという感じですね。まあ、あの和歌山の兄貴の方もだいぶ落ち着いたみたいで、なんかまたそろそろちょっとうざい動画が上がってくるかなと楽しみにしておりますが、もうこれ言わんとね、やらんからね、話とね、ムカつくなって言ってからね。それがいいとです、それがいいとです。まあ、花さんの方も順調で、今日はね、やっぱ雨が降るよみたいで、やっぱ全然違うよねって、もう昨日も話したんですけどね。いや、しかし本当ネタがなくて暑くてもうどうしようもないねって感じですよね。本当もうね、で昨日なんかな、昨日も休みやったんですけども、ちょっとすごいバカみたいに撮ったもんね、昨日はね。だからもうポストも定番のしかちょっと上げれなかったんですけど、疲れとったかな。やっぱ時差やけんね、しょうがないしょうがないって話なんですけど、ね、やっぱ20代みたいにね、バリバリやったらですね、まあ、深夜でもライブしますぜみたいな感じのね、もううざさがあるんですけど、もうあんまうざくないな、いかんなっていう感じですかね。そう思います。はい、とりあえずこの続きは YouTube でってことで、
のバキ。はい、パキパキさんのぼやき、あったかき。はい、お疲れ様です。今日は日中で完結ということなので、またごめんね、リカさん、聞き取りにくいかもしれんけど、ということでテンションでごまかすみたいな感じでやっておりますが、どうでしょうか。このぼやきもですね、シーズン2になりまして、なるだけあの植物の話をということで、頭ひねりひねりやりますけど、後で聞き直すとも全然つまらんね。もうしょうがないんですけどね。今日ポストで、タラノメさんがですね、いつもこながらイケメンな人なんですけど、ご存じない方はぜひポスト見ていただければと思うんですが、その方がね、相棒のフレディさんの茶番ですという毎回やってるんですけど、今回は電子レンジから出現したということでですね、はい、チーンって言ったらもうそれ繰り返っとるね。本当にもう変な人って感じなんですけど、笑ってますけどね。はい、なかなかね、イケメンだけどね、なかなか変態や。っていう感じです。はい、もう大好きですよ。はい、ああいう感じの人ですね。はい、なかなかね、ちょっと遠いんでですね、なかなか会うことできないんですけど、ライブとかしてないね、イケメンやけみんなすごい見に来ると思うがね、そう思うのは俺だけなのかと。喋りがあんまりいまいって言ったらね、ちょっとあれですけどね、あんな感じでからね、すごい寡黙な人やったら、もうそれもそれでめちゃめちゃウケるんやけど。ですね、はい。とりあえず、今日も、平平凡凡です。はい、もう別になんかこれといった大事件もないし、でもなんか相方がなんか福岡出身なんですよね。で昔ちょっと付き合いのあった人がおるらしくて、なんか業務用冷蔵庫になんか父ちゃん母ちゃんを閉じ込めて殺しとるとかいうのがあって、なんか嫉妬してたとか言って、マジっすかっていう話をしてですね、怖いですね。やっぱコロナの、ね、せいなのかわからないんですけど、皆さん謝っちゃダメっすよ。そんなことしたら、イラ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 したら植物目立ってください。はい。で、このぼやき聞いてからストレス発散。できるかいって話ですけどね。はい。すいません。はい。ということなんですが、はい。皆さんも今日も一日、暑い中ですね。雨の中もいらっしゃったかもしれませんけど、お疲れ様でございます。はい。やっぱね、こう、なんか毎日なんかこう、楽しいことっていうのをね、やっぱ考えてやるだけでもやっぱ違いないですか？別に植物じゃなくてもですね、なんか他に好きなことがあればそれでも全然いいと思いますし、はい。ただ、塞ぎ込まんようにね、やっていかないかんねないかなと思いますよ。はい。コロナもそれはしょうがない。もう現実受け止めて、はい。ソーシャルディスタンスしながら、アルコールシュッシュして、マスクもね、2枚重ねて息苦しいみたいな感じで。もうほんと死ぬかと思うもんね。はい。でもマスクしたらですよ、汗がもう半端なく出ますしね。もうほんと何回も言いますけど、ほんと私毛がないので、もう頭からもうほんと顎までもう一直線ですから、もうほんとたまらんすよ。はい。この苦労はハゲしかわからんっていう話ですけどね。そういう感じで、今日はこんな感じでもう終わろうかなと思います。またなんかあればですね、したいかなと思います。はい、じゃあ今日も一日お疲れ様でした。じゃあ終わりまーす。パキポキさんの気まぐれ、はい、まだやるかって話ですね。はい、お疲れ様です。福岡夕方からですね、ちょっと雨が降り出しました。はい、まあ、午前中曇りの、昼から晴れりので、夕方雨りのっていうことで、植物いい感じやないかなっていうか、現地で出しっぱなやな、これ大丈夫かいなっていう感じなんですけど、いかがでしょうか。今日なんかリカさんがなんかサボテンのなんかね、タイムラプス、早回しっていうか、やってましたね。あれ、自分もタイムラプスこうやってたんです、やったりするんですけど、電話かかってくるんですよね。
スなしかとかでいつも思うんですよね。せっかく撮りやったのにとかって思って。ただあのタイムラプス面白いっすよね。あの水道水とかをポッとこう開くのを撮っただけでもなんかすごい神秘的にねなんか撮れたりするんで、やっぱすごいよね本当 iPhone はとかって思うんですけど、はい、結構楽しめる。そう思う。なんかね、定点でずっとこう撮ってからこういろいろなんか一日中撮ったりとかすれば面白いんでしょうけどね。なんせこれがメイン機なんでですね、置くわけにいかんじゃ話なんで、植物の変化をねずっとそれのタイムラプスでずっと撮っとけば変化がわかるんでしょうけどね。もうほんとそこら辺はちょっとね機材がないので無理なんですけどね。まあちょっと気まぐれで今やってますけど、結構降り出しました雨がですね。これいい感じの雨やないかな。植物にとっては私にとってはもうほんと足草なんでダメですね。はい、ちょっと危険な感じの雨ですねどうでもいいんですけどっていう話です。はい、まあ、ちょっと気まぐれでちょっと雨が降ったんで、あのぼやいてみようかなと思いましたけど、はい、まあこんな感じでぼちぼちやっていっております。はい、じゃあ以上です。失礼いたします。